YouTube をご覧の皆様、明けましておめでとうございます。長掛けホップの研究動画ということで、確か最初に始めたのはね、夏ぐらいだったと思うんですけど、暑かった気がする。すげえ時間かかっちゃいました。半年ぐらいかかっちゃいました、ということで、今からね、長掛けホップの作り方の動画をねやっていきますので、ぜひご覧ください。今回はですね、こちら S&T のコンパクトな M4 を買ったんですけど、カスタムしていこうと思います。最近ね、カスタム動画をあんまり上げてないですが、直近で言うと M4CQBR だったりタゴールだったり、結構ね、同じようなカスタムが続いていて、まあヤムチャのスタンダードカスタムですね。耐久性重視で、まあ初速を安定させつつグリスアップするみたいな、まあ、本当に最低限のことしかやらないカスタムが続いていたので、ちょっとね、久しぶりにね挑戦してみようということで、今回はね、こんなものをご用意しました。こちら、まずはですね、いっぱい買ったこれスプリング、これ次世代用のスプリングね、ちょっと短いやつで、今回の目玉です。こちら、長掛けホッププーということで、これ宮川ゴムさんね、最近ね飛ぶ鳥を落とす勢いのフラットのホップパッキンです。いつもはね、東京丸いのね、パッキンを使うんですけど、で、長掛けホップとは何ぞやということで、昔ね、いろいろ調べてた8年前ぐらいはなんか記憶にあったんですけど、最近ちょっとね忘れちゃって改めて調べ直したんですけど、なんかいっぱいいろいろ書いてありました。まあ、抜断抵抗とかね、普通のパッキンだと突起に対してビビダンがガッと当たるから強めにね、それがより強いけど、長掛けホップだとちょっとだけ優しくビビダンに当てて、で、長い時間をかけてホップをかけるからガッて当たる抵抗が少ないから、うん、なんか空気の抜けがみたいなこと書いてありました。よくわかんない。まあ、そこはね、僕はあんま関係ないくて、なんかね、やってみたかったっていうだけです。こう難しいことはどうあれやってみたかったってだけです。はい、でね、こちらは皆様おなじみファイヤーフライの電気ナマズです。前に電気クラゲやってみたけど、あんまりなんかよく分かんなかったけど、電気ナマズはホップの押しゴムです。で、メインはね、ホップ窓はね、どうしてもね、こういう感じなんですね。この字なんですね。で、この字に対して平面のパッキンを押し下げても、どうしてもね、こう角度がついちゃうね、わかりますよね。テリリテリリ、なんでね、せっかくね、長掛けにしてもギュンってなっちゃうと、まあ、結局あれなんで、この窓をね、ちょっとね、拡張してあげていこう、こういう感じに。そこがね、今回の目玉のシーンとなります。やることは地味だけどね。というわけで、早速作業に移りたいと思います。そう、はい、それでは作業パートに入りたいと思います。銃の形を模したものをね、分解するとね、YouTube パイセンに怒られちゃうので、まあ、ここからあくまでね、金属加工というね感じでお届けしたいと思います。短っ。で、インナーバレル、これアルミですかね、めちゃくちゃ短い、150ない、あ、150ぐらいか。じゃあ始めていこう。まあ、アルミだからね、多分削りやすいと思う。で、今回ね、長掛けホップを組み込んでいくんですけど、現段階でね、想像しうる丸いタイプのホップパッキンとの差と問題点が2つほどありまして、まあ、1つね、突起のついた通常タイプのパッキンだと、丸いタイプは内側に突起のついたパッキンということに対して、長掛けのパッキンはフラットなパッキンを外側からこれでね押し込むという違いで、もう一つは丸いパッキンを押し込む押しゴムがね、丸いパッキンはこの押しゴムで、それに対して長掛けはこれですね、この平面のこうですね、はい、押す面積が2から3倍ぐらいになるという点、この2つの違いがありまして、押す面積が増えるということと、突起が内側についたパッキンをこれで押すのと、フラットなパッキンをこれで丸いパッキン分押すので、面積が増えて
で押し込む量も増えるので当然パッキンが歪むので、このねローディングノズルが入るここの丸が歪むから、こっからねエア漏れが予想されます。まあ、僕の素人考えで考えた限りそれぐらいかなと。なのでまあ初速の低下と初速の安定感が下がるというところで、まあ結果的にエアの量が均一化されないので上下の集団率が散らばるという感じになるのが予想されます。なのでその押し込む量と面積が増えるのでホップ窓のね、拡張は不可欠だと考えたので、今回の動画はそのホップ窓をね拡張する作業がメインとなります。具体的にはどこかと言いますと、ちょっとこれ分解していきますね。はい、じゃあ分解しました。これがねチャンバーで、まあ、インナーバレルに対してこういう感じでついてますね。でホップ窓がこれですね、ここね、うん、こんな感じでね純正の S&T のホップパッキングはオレンジ、なんかだいぶいやらしい感じのものが出てきましたけど硬いですねこれね。あ、丸い、めちゃくちゃ柔らかいわ。宮川ゴムの長掛けホップもね割と硬めですね。これがホップの突起で、まあ、これ裏側になってるんで分かりやすいように、これがホップを押すとこで、こんな感じで押しゴムをくっつけます。でこれの場合はこうですね。あ、これちょっと斜めるな。押した時にどうなるか、この角度もね多分重要だよね。むずそう、調整むずそう。うわ、そもそもインナーバレルの幅と合ってないね、大きさが。ほらインナーバレルより長いもんね、ここが。これむずいぞ、だいぶやることが。幅広げてでテーパーかけて、アルミでよかった。真鍮も柔らかいからいいけどね。まあ大変だねこれめんどくさくなってきちゃったねこれだいぶ考えてやらんとかな。よし、一旦今日はやめようじゃあね。はい、それでは早速作業の方を始めていきましょう。といってもね1ヶ月後ですけど、この作業において懸念することは2つですかね。まあ一つはもちろんこの面積が前後方向に広がった押しゴムがまあ入らない点、まずこの穴自体の長さを拡張させます。でもう一点がこの押しゴムのパーツですね、これを合わせてみると斜めってるんですね。でこれが丸だったら別に普通にまっすぐ降りてたんですけど、ちょっとどうなんだろうって思ってて、これが平面である以上ちょっとだけね押し込まれすぎるというか、あでもそれにしてもちょうどいいのか、なんか意外とちょうど良くなりそうですね。今見てみたら、こんな感じで意外と平行に折りそうなんで、このままいきます。よし、じゃあまずはね穴を広げていこう。本当はリューター使った方がいいと思うけど、やりすぎしちゃいそうか、だからこれ相当かかるぞ。はい、それでは完成しました。こんな感じで、えい、こんな感じになっております。結構綺麗にできたね。ね、やったこととしてはここを斜めとこっちを斜めで、この中の穴の幅に合わせたって感じですね。もちろん押しゴムは入る大きさにしました。ヤスリでずっとやっててもかなり時間かかるし、ここがどんどんへこんでっちゃうんでね、 ここをヤスリかけてると。なんでカッターでねある程度削って、カッターの方が早いです、どう考えても。なんでカッターである程度削ってガタガタになるんで、それをヤスリで鳴らすって感じが一番早い方法ですね。はい、もしねやられる方はねそのあたり覚えておくといいと思います。それじゃあねこれをね実際組んでいって、次はね丸いパッキンで組んだ銃とこのね長掛けホップで組んだ銃、まあ、大体同じ、まあ、バレル長とか厳密に言うと違いますけど、その弾道の違い、ホップをかけた時にどう弾道が変わってくるのかってことをねちょっとこの後撮影したいと思います。それではその映像をご覧ください。
CQBR 40m。 60やぞこれ。すっごい。割と弾道いいぞ。しかすっげえ伸び上がる。長掛けありやなこれ。これ初速80カツカツにしたら5、60メートルいったな余裕で。14ぐらいにしたらやばめっちゃ綺麗やな。でね、早速お借りします。いきますよ、 0.25。 57。マジかよ、ちょっとだいぶ頑張らなかった。これ多分さっきね玉詰まりしたからね、パッキンいかれたね。どっかのグリスがバーンって爆発したね。これやり直すとして、いやじゃあもう初速ガチガチに固めてからもう一回見たいな。だんだんよし、そんな感じです。とりあえず60下回ってても 40m 余裕で届くね、あの弾道ってことがお分かりいただけたでしょうか。これはすごい望みがあります。楽しみです。超綺麗な弾道、長かけやべえなおい。すっごい一人でテンション上がっちゃったよ。通常ホップ、丸パッキン、初速83。チーム6さんのシューティングレンジで今までのヤムチャカスタムと長掛けホップの弾道のねチェックをしたんですけど、長掛けホップ側がね初速がねすげえ落ちてました。まあ原因としてはねエアーがね抜けちゃうということで、ちょっとね流速気味になっててピストンヘッドをね重くするとか、あとまあちょっとインナーバレルをね長くすれば初速が上がると思うんですけど、まあ今回はねスプリングの強さをね M120 にしてするというね選択をしました。まあ一番楽なんでね、流速とかインナーバレル短めの銃って結構そんくらい使うので、まあそれでね対応してみました。で家で測ったところ80mps、0.25 でねぐらいにしときましたので、いつも行くチーム6さん行くとだいたい2から3ぐらいは上がっちゃうので83ちょうどいいぐらいですね。ただ流速なんでホップをね適正ホップにするとちょっと上がっちゃうので、今ホップノンホップで80ぐらいなんで、まあそんくらいかなっていうところです。ただ現場で一回失敗しちゃってるので、この間ね、今回はちょっと弾道をねもう一回見にヤムチャアイランドに来ました。初速上げるとねひょっとしたらちょっと弾道変わっちゃうかもしれないのでね、ということでね早速見ていきましょう。これね久しぶりにねフラッシュマガジン使ってみましたけどね、5年ぶりぐらいに。なかなかいいね、弾上がりもいいし。ほんじゃ弾道見てみます。いきます。続いて
新しいやつ。収束ね。0.840。ちょっとギリギリだね。収束特有の発射音になってます。やっぱり。じゃあ弾道見てみましょう。あー、すげえ伸びるね、やっぱ。腕だる。それでは全ての実験が終了いたしました。弾道がね、実際に撮影できてるかどうかっていうのはね、パソコンで露出とかね、コントラストとかサイドとかいろいろ調整して映ってるかどうか、もちろんズームもしてやってみないとわかんないんですけど、自分個人的な意見としては、普通の突起型のホップパッキンに比べて長掛けホップの方は弾道の落差が少ないために、まっすぐな弾道になりやすいと感じました。肉眼で見た限りね。やっぱね、普通の丸い型のね、パッキンだと遠くに飛ばすためにホップをかけると、やっぱね、結構20メートルぐらいからふわっと飛んで、で徐々に落ちていくみたいな弾道、緩やかにねって感じなので、どうしても30メートルから40メートルぐらいの場所はね、当たらない、頭上を越えていくみたいなね、へしを狙うとしたっていうことが起こり得るんですけど、まあ長掛けホップだったらその落差が少ないので、この不安がね、緩やかに落ちていくみたいな、ね、肉眼で見るとやっぱね、パララックスがあるから、肉眼で見るとこの浮き上がってるところはほぼまっすぐ見えるんですね。やっぱ遠ざかりながら上行くんで、丸いの方のパッキンだとそれがね、やっぱりね、上がるように見えるので、パララックスがあるとはいえね、実際多分結構上がってると思うんですね。そこ考えるとやっぱりね、長掛けホップはね、あれだけの作業工程に見合う価値があるんではないかと思いました。大変長々長い動画になると思いますが最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。皆様の参考になれば幸いです。それじゃまたね、なんかネタがあれば撮影したいと思いますので、ぜひまた見ていただければ嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。本年もよろしくお願いします。まさに忘れてました。俺ちょっとテーパーリーマンせっかくなんでね、使います。俺あんまりちょっとテーパーないでしょ。テーパーリーマン使ってみたいと思います。危ねえよな、これ手ざっくりいきそうだな。 It's my love。 どっち向き？ああ、普通に右回しね。これでもだいぶ鈍角じゃない、だいぶ鋭角になるよな、これ。これ絶対良くない。よし、やめます。テーパーリーマンやめます。これ絶対良くない、これはやめた方がいい。ヤムチャからのお願いです。はい、ここはちょっとね、テーパーリーマーとか飛び道具使うのやめて、カッターでやりましょう。やっちゃった。